ああ、かわいいグリさん。ああ、グリさん。さよなら、グリさん。グリさん、おいで。おいで、グリさん。はい、というわけでご視聴ありがとうございます。本日はですね、ちょっと皆様にご報告がございまして、以前の動画で、この床の下、この床ですね。床面がちょっと動画でどう見えてるかわからないですが、ここら辺がちょっと白っぽくなっていて、これの何か対処法をご存知の方いたら教えてくださいっていう風な動画を上げたんですけれども、こちらの問題がわかりました。それはズバリですね、水の詰まりでございました。どういうことかちょっと説明しますと、こちらの水道をこう流すじゃないですか。こう流して、お皿洗いとかでお水を20分とか15分とか流し続けると、なんとですね、ここの隙間見えますか、床とキッチンのこのつなぎ目ですね、ここからなんと水が溢れ出してたんですよ。というのに、業者さんに来てもらって、気づくことができました。床がなんで白くなってたかっていうと、これはカビじゃなかったらしいです。どうやらですね、カビだとアルコールとかで拭いたらある程度取れるものが多いらしいんですが、この床の白いのは、ワックスの剥がれでございました。はい、というわけで、ひとまずね、カビじゃなかったから安心したんですけども、この水が出てきたことによって水が湿って、ワックスが剥がれて白っぽく硬化していた模様でございました。なので、またちょっと業者さんに別に来てもらって、なんかワックスを剥がしたりっていうのはまたやってくれるそうなので、ひとまず安心でございました。でですね、この水の詰まりっていうのがね、ものすごい怖くて、業者さんに来てもらって、ここから水漏れしてるって分かって、やっぱ水がね詰まってたそうなんですけども、水がこう詰まって溢れ出て、溢れて流れきれないやつがここから出てきていたということなので、ちょっとね、考えると怖いですよね。で、実際ですね、高圧洗浄とか、配管のクリーニングっていうのをしてもらったので、その時のね、こう出てきた、長年多分蓄積してたものだと思うんですけども、ちょっと蓄積した油の塊をね、今こちらに出しておきますね。この写真こんな感じです。こんなにぎっしり油の塊がね、化石化していたということでした。やっぱりこういうのは、マンションとかに住んでる方は割とこういう配管クリーニングっていうのは1年に1回とかね、してくれるみたいなんですけども、一軒家の賃貸とかだとこういうのをね、言わなかったらしてくれない場合もあるそうなので、十分ですね、こういう一軒家とかで、賃貸で暮らしてる方は本当にね、お気をつけてというか、まあ、もしね、こういう同じような状態になったら、水が詰まっているっていうことを疑った方がいいかもしれないですね。潔く業者さんに頼むのが一番だなと思いました。という感じでございました。何の動画っていう感じなんですけども、かなりね、多くの方に心配していただいておりましたので、今回は、あえて動画にさせていただきました。本当にいろいろアドバイスくださった方とかも本当ありがとうございました。とりあえずカビじゃなかったんで、本当に安心しました。ね、グリよかったね。うん、いやー、でも本当ね、ちょっとびっくりだった。うん。はい、というわけで以上です。じゃあまた次回のサブチャンでお会いしましょう。バイバーイ。というのはちょっと物足りないと思いますので、ちょっと今日はですね、こちら、アイハーブ。これ知ってる方いらっしゃいますか？僕結構ここの EC サイト利用するんですけども、こちらで買ったものの紹介でもちょっとさせていただこうかな。需要あるかな。そう、アイハーブっていうのが、その海外の商品とかを結構安く取り扱ってる EC サイトで、海外からの輸送になるんですけども、はい、結構ね、月1とか、まあ、2ヶ月に1回とかで利用することあるんですけども、まあ、何を買ったかっていうのをね、ちょっと見ていきましょう。あ、そう、その前に前提として、今僕が1ヶ月ぐらい前からですね、自粛太りをしてしまいまして、で、最近サブチャンネルの方でも「ウエスさん、また太られましたか?」っていうね、コメントも数多く見受けられたんですけれども、実際ですね、今自粛期間とそんな体重は変わってないんですが、筋トレをですね、今めちゃくちゃやってます昔から筋トレとかすごい大好きで、大好きというよりは、まあ、健康のためですね、筋トレとかも結構よくやるんですけれども、1ヶ月ぐらい前かなからもう毎日今筋トレを部位に分けてやってる最中でございまして、増やした体重をですね、一度筋肉に変えて、なのでちょっとパンパンに今パンプアップしてる状態なんですよ。もう胸とかもね、結構すごいパンパンで今、うん、
そうパンパンなんです、今ようやくですねもう少ししたら減量期に入っていくわけですね。で減量期っていうのは一度もう太った体を一度その脂肪とかをもう全部気にせずあんまり食事とかも気にせず、まあ、脂っこいものは避けるぐらいでもうとにかく筋トレをして筋肉の量を増やす。で筋肉の量を増やしたら、その後に減量、炭水化物は少しにして脂質を極力減らして体脂肪を落としていくっていう段階ですね。今その段階にようやく入る時が来たのでっていう前提です。すいませんちょっと長くなってしまいましたがということで、はい、こちらですね。知ってる方いらっしゃるかな。ゴールドスタンダードっていうメーカーの、プロテインです。これ僕大好きで昔からずっと愛用してます。ちなみにはいこんな感じですね。今あごめんねあごめんごめんね、はい、これがいちご味ね。で今回買ったのもいちご味。いちご味がね一番美味しいからおすすめですよ。さっぱりしてて筋トレとか結構ちゃんとやった日でもなんか甘ったるくなくて飲みやすいです。で今回はちょっとちっちゃいやつ買いました。あともう一個好きなのがこっちね、チョコレート、はい、ダブルディッチチョコレートです。これですね。はい、続いてはこちら、チョコレートシロップですね、これがね脂質がないんですよ。ゼロカロリーゼロファットのチョコレートシロップになってます。でこれをですね、はい、こちらこれね減量期の時に何度も愛用したんですけどプロテインパンケーキですね、これにかけるということです。ちなみにこっちはメープル味です。これは2つ買ってあります。もうねやっぱ減量してるとどうしても甘いものを食べられないので甘いものがどうしても欲しくなった時はプロテインパンケーキにこういうね甘いシロップで脂肪がないシロップとかをかけて食べるという感じで乗り越えることが多いですかね。はい、まあ、またちょっとあんまあの話しすぎると長くなってしまうのでそういうのを興味があるよって方が多ければあのダイエット動画とかあの、まあ、食事関係とかそういうのもですね僕あの友達に結構ジムとかのインストラクターがいるのでそういう方ともね結構話したりするので多少はちょっと知識がある方なのでもしもそういうものに需要があれば、ぜひまたサブチャンネルか何かでやらせていただいていいかな。うん、やんないかもしれないですけどはい、で最後ですね最後これ、マルチビタミン、はい、こんなやつ。これねウーマンって書いてあって女性用なんですけれどもこれ本当はねあの男性用もあるんですがちょっと売り切れててねなかなか手に入らないんですよ。でちょっと中身見せましょうか。中身がですねこんな感じでグミみたいになってるんですよ。でこれがねすごく美味しくてでマルチビタミンなんでねビタミンの配合もすごくいいので、気に入ってねこれをいつも買ってます。化学薬品とか添加物とかもね一切使われてないオーガニックなものなのでちょっとお値段は高いかったかな確かなんですけどかなり愛用してます。はい、という感じでした。ちょっとねあんまり詳しく話しちゃうとあのとんでもない尺になってしまうので、今日はここら辺にさせていただければなと思いますはい、もしあのちょっと詳しく知りたいって方とかあのトレーニングとか減量についてかなり知りたいっていう人が多ければですね、またこういうのをやってみようかなと思います。はい、すいませんすいませんでしたというわけで、本日はですね床の白っぽくなってた原因が分かったよっていうのとあとは、アイハーブで買った商品の紹介でございました。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。すいませんちょっと説明長くなりました。失礼します。